さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご視聴くださってありがとうございます。こちらはですね、向こう側女子大学の、キャンパスなんですけれども、後ろにぶら下がっているのはハンモックです。ちょっと見ていただいていいですか。こんな感じでですね、よいしょ、ぶら下がって、こうなんですよね。うわー、気持ちいいですよ。うわーって感じなんですよね。さあ、そしてよっと、はい、ではですね、このハンモックにですね、ぶら下がっていただくと、キューッと詰まっていた背骨がスーッとリセットされて、そして骨盤が歪んでいるのもシューッと整うんですよね。で、今日はですね、この骨盤とダイエットのこととか、骨盤とメンタルの調子とか、そういった関わりについてですね、体の構造的なことで、簡単にちょっとね、お伝えしたいと思います。これ骨盤ですよね、骨盤。で、骨盤というのは開閉運動をしています。で、今ジェスチャーで示しましたけど、こんな目で見て分かるような大きな感じではないんですけども、開閉運動してます。で、もうちょっと専門的に言いますとですね、左の骨盤は開いたり閉じたりっていうことにおいて関わりがあって、右の骨盤は前に出たり後ろに出たり、そして上下において関わりがあります。だけど、このね、右左の骨盤っていうのはセットで動いてますので、今言った機能は両方に反応していくわけなんですけども、そこでですね、ランニングのトラックってずっと左回りですよね。エスカレーターだって左回りです。そして例えば武道ね、剣道とかでも左足を軸にしてプッと構えた方が動きやすかったりするみたいなんですけれども、何を言いたいかというとですね、左の骨盤は開いたり閉じたりということに関わりがあるんですが、この左の骨盤を、軸にして右側の骨盤がうおーっと動くから、ランニングのトラックも左回り、エスカレーターも左回り、反対にしようと思ってなんか気持ち悪いんですよね。これはね、体の構造的なことなんですよね。例えばそうですね、フィギュアスケートなんかでもターンは左を軸にしてこう回る方が回りやすかったりするわけなんですよね。訓練によってね、反対回りもできるわけなんですけれども、バレリーナのとかのターンもそうですね、構造を生かす。で、その構造を生かして運動のパフォーマンスや日常においても、行うと非常にいいんですよね。で、手取り早く言うとですね、こういうグッグッグッとね、スパイラル系の動きをしながら、特にこの骨盤ですよね、骨盤をこうブルブルすると、その機能を高めていきやすいのと、またね、この骨盤が、わーっと広がって歪みがちになっているのが自然と整っていくんですけど、ちょっと時間かかりますけれどもね、整っていきやすいです。で、先ほどダイエットのことについてお話ししたんですけれども、ダイエットをね、骨盤がわーんとね、広がっていると、内臓がグッと下がっていて、下腹もぼっこりしてたり、むくみが出ているんですよね。で、こういう時っていうのは、お腹がそんなに空いてるわけでもないのに、食べたい食べたい食べたいみたいな感じになっちゃうんですよ。だからなかなかダイエットしにくいんですよね。で、内臓もこうね、下がってるってことはうまくね、循環ができませんしね。で、逆にこの骨盤がだからといってあまりこう閉じてカンカンになりすぎていても、リラックスできてないということで、これはこれでまた良くないんですよね。で、カンカン閉じてカンカンになっている場合は、ここの仙骨のところが硬いです。だからそういう方はですね、例えばなんかこんなね、こういうことをやるときも、ここが床に触れてるところが痛いとか、あと大体にして仰向けに寝てるときがここのお尻のところが痛いみたいな感じのことは、骨盤がこうね、閉じているんだけども緊張して硬くなってるっていうことがあります。そういう方って割とですね、この頭の後ろも硬いんですよね。頭の後ろが硬くなるのはどうかというと、目が疲れている場合も硬くなったりもしますね。あとメンタル的にリラックス、笑いが大事ですけれどもね。そしてですね、そのメンタルの方なんですけれども、骨盤がわーんと広がっていると、交感神経と副交感神経というのは、どっちも自律神経というのは交感神経と副交感神経というのは分かれてますね。交感神経というのは車でいうとアクセルを吹かしてくれる神経で、副交感神経というのはブレーキをかけてくれる神経なんですけども、どっちもいい状態でアップしているのが理想なんですよね。で、やる気が出ないとか、なんかこうぼーっとしたりとか、うつ症状の方っていうのは、逆にこの副交感神経が
交感神経優位になりすぎている場合も、そういうふうにやる気が出たかったり鬱っぽくなるんですね。でその時っていうのはですね、骨盤はわーんと広がってる状態の方が多いんですよ。でこの現代人っていうのは運動不足なんですよね。そして座っている時間が長いくって全然運動してないっていう場合はですね、骨盤がわーんと広がったままで歪んでる場合があります。もしくは逆にですね、すぼまったままで、しまったままでカンカンになっている場合があります。緊張している方は割とこういう傾向が多いんですけどね。なので要はまとめますとですね、ダイエットにおいてもメンタル的にもですね、もう骨盤は弾力性豊かな方がいいってことなんですよ。で女性の場合はですね、この生理痛とかですね、更年期症状もこの骨盤の弾力性と非常に関わりがあって、うまくスムーズにいかない場合は生理痛とか、あと、その更年期の症状もそうなんですけども、妊婦さんにおいても関わりがあります。で男性は生理はないんですけども、男性も同じようにやはり骨盤のこの弾力性がある方が、元気な体でいられるってことなんですね。でこの骨盤の弾力性を、高めていくんですけれども、特に今現代人というのはですね、骨盤が開いて、歪んでいる方が多いので、ちゃんと整っていくね、開いているのが整ってしまっていくね、ような動きを紹介していきたいと思います。ちょっとねこの夕方になると蚊がいるんでねなんか蚊が飛んでるかなとか思ったりも、してますけどもね、話ちょっと余談でした。じゃあいくつか紹介するんですけども、このところ股関節や膝の調子が良くなるようにということで紹介した動きにもなるんですけども、骨盤も良くなります。まあ、全部かかりあるんですね。シンプルな動きです。はい、ではですね、まあ、本当はね、ハンモックにぶら下がっていただくのが一番手っ取り早く良くなっていくんですけども、はい、ではパンパンとお伝えしていきますので、一緒にやりましょう。いいですか？膝も股関節も良くなりますけども、結果として骨盤も良くなります。はい、じゃあまず一つ目は、バタ足です。このポイントは、なるべく力まず力を楽にして動かしてください。むくみも取れます。はい、2番目、横揺らしです。はい、同じく、あまり力まずに、何回でも動き続けれるような力具合、ね、リラックスして行います。はい、では3つ目なんですけども、回旋をします。1、2、ポトッと落としてください。3で上体もちょっと揺らしますね。背中の凝りも取っていきたいので、6、7、8、9、10、はい、どうですか？動いた足の方がちょっと長さが長くなってます。で誰かにですね、上から見てもらうとお尻がクッと上がっていて、要は開いてた骨盤がちゃんと閉じてます。で閉じすぎるってことはないですから、自分で動いてる場合はちゃんといい状態になってます。はい、じゃあ反対もいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ここまでで足がスッと伸びてる感じで骨盤が、整ってきました。わーんと広がっていた骨盤がすぼんで整っています。はい、じゃあ仰向けになります。ポンポンと紹介してますけどね。はい、ではですね、バタバタバタとバタ足をします。でちらっと足元を見たときに、この足のね、この向きなんですけども、こう例えばですね、こちらがゴワーンと広がっていたら、こっちの骨盤の方が広がっているということなんですね。まあ、ところがですね、今うつ伏せの動きをやりましたので、まあまあいい感じでバランスが取れているかと思いますね。で、ちょっと多くありがちなのはですね、左がまっすぐで右側ちょっと開いている。これは正常ですからね。左を軸にして右側がピボットで動くという体の仕組みがあるからですね。でもあまりにもね、差がありすぎたのならば、ちょっとね、歪んでるよっていうことなんですね。で、こうなってる方っていうのは骨盤がキューッとね、足が内旋してるんですけど、骨盤がキューッと緊張してる可能性があって、わーっと開いてる方は開きすぎてるっていう可能性もあります。まあ、ただですね、バレリーナのように訓練で足が開脚とか開きやすい方は、もともとこうちょっと開いてる可能性があります。はい、じゃあちょっと余談でした。で、このような形を取りますね。はい、このような形なんですけども、まず足をシューッと曲げてください。はい、そしてちょっと骨盤を持ち上げるんですが、尾底骨側から持ち上げて、頭と恥骨を遠ざかるようにします。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横揺らし、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではですね、閉じる開くなんですが、この恥骨に近いところから閉じる開く、閉じる開く、閉じる開く。はい、閉じてかかとの方を離して膝をちょっと近づけます。そして持ち上げますが、向こうに引っ張られている感じで、これもマイペースで横揺らし、1、2、ついでにちょっと手も揺らして背中もほぐしましょう。3、4、5、6、7、8、9。はい、では足をですね、居心地を位置に足を持っていくようにしながら、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、上下動、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ブルブル、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでですね、足も長くなった感じがすると思うんですけども、バッチリ引き締まっています。はい、ではですね、ここまでで随分整ってきたわけなんですが、立位でもうちょっとだけですね、まずはちょっとこれ、見えにくいかな、立位で足をですね、こう、ちょっとこうですね、足をわざとですね、こう開いた状態で外旋した状態で、はい、お腹を引き上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。内ももを意識しますね。で、今度は閉じた状態で、お尻をちょっと後ろに突き出してもいいですから、1、2、3、4、5、入れ替えます。ちょっと私これ邪魔だからね結ぶんですけど、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、どうですか、しっかり立ってる感じがすると思うんですね。はい、じゃあ最後の仕上げはですね、このようにブル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 、ちょっとずらさせてもらいますよ。ブル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 しましょう。はい、いいですか。はい、ブル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 、しばらくですね、もう時間がないときはこのブルブル動作だけでもいいです。やっていただくと骨盤がぐっと広がって、歪んでいたのが整います。で、自分で動いている限りは締まってきて、締まりすぎるということはないですし、動いているということはですね、必ず、筋肉の収縮弛緩をしますから弾力性が高まってきます。はい、では1、2、3、4、5。はい、横1、2、3、5、反対、1、2、3、5。はい、後ろに1、2、3、4。はい、そして胸をぐっと持ち上げて、ここの前側を伸ばしましょう。はっ、ということで今日は骨盤についてのお話と、それについての骨盤とダイエット、メンタルとの関わりのお話もしましたんですが、もうね、どんな方でもマイペースで動いていただけるような骨盤の調整でした。引き締まっています。そして結果としてですね、股関節も膝も良くなっています。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。またよかったらグッドいいねボタン、このマークですね、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さん今日も最後までありがとうございました。インストラクターの小屋でした。またね。